手よ。私は生まれつき狼だったわけじゃない。この爪は自分で作ったのよ。面白くなりそうだ。今回のチャンピオンです。私に見つかったらそこでおしまいよ。中を狙った。あっちよ。なんかちょっと面白い話でしょうか。面白い話かどうかわからないけど、いや風だからやめよう。材料を手に入れたよ。やったね。喉が疲労してるからまだ。拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2よ。リングはかなり遠い。タイムリミットまであと少し。材料を発見。優しいのね。ありがとう。はい、これもあげる。このホールド、どういたしまして。僕も君が好きさ。拡張ライトマガジンを発見。レベル2だ。ショップを開くわ。ちょっと待って。頂戴するわ。継続、リング閉鎖中。みんな、リングが縮んでるよ。クラフト中よ。辛抱強さが感じ。行くぞ。まあ、私がアスペリガーとして障害があったか、それか社会に障害があったか、どっちかが、どっちかっていうと、まあ、完璧には言い切ることはできないんだけど、社会の方に障害がある意味あったっていうふうな論理が成立することなんだけど、まあ、言うのはおこがましいから、ちょっとあんまり言いたくないんだけど、私がアスペリガーとして、まあ、アスペリガーの人はある程度スペックがあるわけだから、誰しもかってわけじゃないけど、だから、そのスペックを発揮する、しようとも、どうしてもできなくて、で、それで最も賢明なのは、自分の知能を下げて、レベルを落とした方が、むしろ周囲と協調できるっていうことで、行きやすいっていう、そういう結論に至ったってことなんだよね。それが言いたかった。だからまあ話も完結していて分かりやすいし、アルティメット準備完了よ。
ナイスカバー。知らないでしょ。それかっこ悪いわ。フェニックスキットを発見。僕に任せて。リロード中よ。ここに敵がいる。攻撃されてる。撃たれて。今のコロコログレネードちゃんが意味わかんないわ。